私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニニャマルと暮らしている平凡な兼業主婦だよ。今日は仕事が休みだったので、家族でのんびりホットプレートランチ、その後は娘を連れて公園へ。仲のいいママさんたちと楽しくお話ししていたんだけど、とあるママさんが急に来たと思ったら、わけのわからないことを言ってそのまま立ち去っていったんだよ。ちょっとルリエさん、私ランチ会の幹事とかやらないからね。何言ってんの？さっき水木さんにお願いするって言ったでしょ。だからお願いされてもやらないって。なんで？だって高級寿司屋のランチだよ、行きたいでしょ。別に。またまた。家族で行くとか仲のいいママさんたちと行くならわかるけどさ、正直ルリエさんとは行きたくないし。は？なんで？なんで？じゃねえよ。ルリエさんたかりの常習犯でしょ、あちこちでトラブル起こしまくってるじゃん。そんなこと気にしないでいいのよ。貧乏人がなんかグダグダ言ってるだけなんだからさ。貧乏人って、あんた見下してる人間にたかりしてんの？どういう思考回路してんだよ。別にいいじゃん、貧乏ママたちだってあたしとのランチ嬉しいはずでしょ。だってうちの旦那って小さいとはいえ会社の社長だし、そんなあたしとの人脈ができるんだから。そんなもんでいちいち喜ぶようなママさんこの辺りにはいないよ。ちょっと山の手の方に行けば社長夫人も女社長もゴロゴロいるし、ほらすぐそこに住んでる信代さんなんて今や超有名な会社の社長じゃん。だって漬物の会社でしょ、古くっさ。そういえば水木さんってその会社で働いてるんだっけ？ママ友が社長やってる会社で働くとか惨めね。私は楽しくやりがいのある仕事をさせてもらってるよ。やりがいって専業主婦になれない負け組でしょ。私と仲良くしてればいいことあると思うよ。専業主婦になるチャンスだって出てくるかもね。そういうことだからランチ会の幹事うまいことやってよ。私人を集めたり予約したりするの超面倒なんだから、今度の土曜日に11時半集合でやってね。いや、やらないから。やってってば。これは決まりだからね。あと世帯年収1000万切るような家のママは呼ばないでよ。共働きでもとりあえず1000万いってればいいからさ。あんた何様なの？そんなルリエさんとランチしたい人なんてこの世にいないから。ごちゃごちゃ言ってんじゃないわよ。どうせあんたの世帯年収はうちよりも低いんだから。ママ友同士ってね、夫の年収書いたママ友名刺とか作るんだよ。でもそんなことしたらみんながかわいそうだと思って我慢してあげてるんですけど。分かったらおとなしく幹事しなさいよね。じゃあね。あ、ちょっと。私は旅行だったりランチ会の幹事をすることもあるんだけど、こんな頼み方されてやるわけないじゃんね。当然仕方だよ。ルリエさんは1年くらい前に駅前のタワマンに引っ越してきたんだ。旦那さんが小さい会社の社長さんをしているんだけど、そこで勘違いしちゃってるんだろうね。私たちのことをすごく見下してくるんだよ。ま、私たちも私たちでそんな人と仲良くしたくないから適当にスルーしていたんだけどさ、この人の暴走は加速するばかりなんだよ。土曜日。まったく、タイムイズマネーって言葉知らないのかしらね。だからあんたら貧乏人なのよ。ルリエさん、また一人で何か言ってるの？高級寿司のランチなのに幹事のあなたが遅れるとか、これだから芸民は。世帯年収1000万以下の貧乏ママはもちろん連れてこないでよね。誰も行かないけど。え？何言ってるのよ。今日土曜日なんだけど。私幹事はやらないって何度も断ったよね。そもそもどこの寿司屋を希望してるのかも知らないよ。じゃあね。ちょっと待ちなさいよ、こんなの許されるわけないでしょ。はあ？私はもう高級ランチ食べてるの。ランチなんだからそこそこの値段でしょ。私みたいな社長夫人が安いランチコースなんか頼まないわよ。大トロ、ウニ、イクラしか食べないって決めてるの。それはまあ美味しいけど病気になりそうだね。カッパ巻きなんかもおすすめだよ。ふざけんじゃないわよ。いいから今すぐママたちを連れてきなさい、割り勘なんだから。割り勘？大トロ、ウニ、イクラしか食べない人と割り勘って、そんなのするわけないでしょ。それとも何、
まさかだけど、見下してるママたちがいないと支払いできないとかじゃないよね。そんなことあるわけないでしょ。じゃあ別にいいでしょ。ドゥリエさん一人で高級寿司ランチ楽しめばいいじゃん。それと何度も言うけどさ、はっきり言って私あなたが嫌いなの。ドゥリエさんと一緒にランチすることは一生ないから。あなたそんなことはっきり言う？はっきり言ってもわからない人には何度でもズケズケと言うよ。一応子供同士は交流があるから、いざという時のためにブロックはしないけど、もう用がないなら連絡してこないでよね。待ちなさいよ。この人何を考えてるんだか。私何度も断ったよね。なのに今日が高級寿司ランチだと思って店に行ったらしいよ。で、高級なネタばっかりめちゃくちゃ食べているみたい。どの店に行ったのかは知らないけどさ、ルリエさんが選んだ店だから相当高いんだろうな。あー、無理無理、そんな店なかなか行けないよ。今日は子供たちを遊ばせるということで我が家に大集合。今日もまたみんなでホットプレートランチ。ホットケーキ焼いたり餃子焼いたり、みんなが持ってきてくれたおかずとかお菓子を食べて楽しい時間を過ごしてるんだよ。でもルリエさんの方はというと、さっきから何？何度も電話してこないでよ。そんなにしつこいなら着信拒否するよ。ねえ、水木さんが今から店に行くって言ってよ。は？行かないって言ってるじゃん。何度言えばわかるわけ？しつこいんだよ。これ以上しつこくしてくるなら旦那さんの会社に行くよ。それはやめてよ。だってこの寿司屋おかしいの。支払い10万以上だってぼったくりでしょ。うわ、何食べたの？いや、ついでにキャビアの大盛りとか高級なお酒とかも飲んだの。そういえばルリエさんってかなり量食べる方だったっけ。払わないなら警察呼ぶって言われてるんだけど。私1000円しか持ってないの。え、あんだけ社長夫人だって言って人を見下してたのに。てかクレジットカードもないの。だって他の人たちも来ると思ってたし。いやいや、そういうことじゃなくてさ、自称お金持ちなのになんで今すぐ使えるお金がないの？だからそれはどさくさに紛れておごってもらうつもりだったのに。あ、どら焼きできた。は？みんなでどら焼き食べるから。じゃあね。私はルリエさんに幹事を頼まれたけど断ったんだから自分で何とかしなさいよね。無理よ。ルリエさん、結局お店側と大揉めしたみたいだよ。たまたま近くを通った知り合いがいたんだけどさ、店からとんずらしようとしたルリエさんを捕まえる職人さん、私はバツバツ社の社長夫人なのよと大騒ぎ、最終的に警察も呼ばれることになったんだけど、実はこのお店ルリエさんの旦那さんがよく使ってる店だったみたい。それを知らなかったルリエさんは会社の名前を出してしまい、旦那さんはブチギレ案件だってさ。ちょっとルリエさんどうしたの？私今残業終わって帰るところだったんだけど、ルリエさんの住んでるタワマンパトカー来てるじゃん。しかもルリエさん大暴れしてたよね。お願い、私は悪くないって説明してよ。やばい、警察呼ばれたみたいなの。今ちょうどチャイム鳴ったの。警察呼ばれたって？結局寿司屋から食い逃げしたの？違うわよ、店側が旦那に連絡しちゃったの。そういえばルリエさんが旦那さんの会社の名前出して、私は社長夫人なのよって騒いでるところ、数人が見たって言ってたよ。なんかあの店旦那が接待で使ってる店だったらしいのよ。あの店でトラブルを起こすなんてふざけるなって旦那めっちゃ怒ってて、私ら物を投げ合っての大喧嘩になったのよ。そしたら窓も開けっぱなしにしてたから警察呼ばれちゃったみたいで、どうしよう、旦那はもう終わりだ、離婚だって言ってるし、私こんなことになるとは思ってなかったのよ。悪いことするやつはみんなそう言うよね。どう考えてもあんたが悪いんでしょうが。そんな言い方しなくたっていいでしょ。ちょっと待ってよ、大変。そういえばお子さんは？え、あ、いない。どうしよう。とりあえず警察来てるんでしょ。事情説明しなよ。オートロック解除しないとダメでしょ。そんなことしたら警察が来ちゃうじゃないの。解除しなかったらコンシェルジュが解除するでしょ。だって警察沙汰なんだから。だいたいもうルリエさんのところが大喧嘩したせいだって他の部屋にもバレてると思うよ。私どうしたらいいの、どうしたらいいの。その後
お子さんは夫婦喧嘩が始まった時点でとっとと一人で避難、近くに住んでいる旦那さん側の実家に行ってたみたい。当然だけど義両親もカンカンで即離婚になったよ。ちなみにルリエさんの元旦那さんは確かに会社の社長だけど、本当に小さな会社で売り上げも少なくてね、豪華な生活ができていたのは元旦那さんの実家が裕福だったから。なのに勘違いして偉そうにした結果、警察からの離婚コンボとは。やっぱり性格って重要だわ。離婚した後は一人暮らしをしながらパートを始めたらしいけど、そこでも偉そうな態度をとって孤立し、仕事も教えてもらえないって。自業自得すぎる。そりゃ誰だってこんな人と関わりたくないよね。さて今日もホットプレートで何か作ろうかな。最近のホットプレートってたこ焼きプレートついてたりとか、いろいろあってめっちゃ楽しいよね。ちなみに我が家は猫柄のちょっとおしゃれなやつを買ったよ。うちのニャニャ丸に似てるんだ。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。